高野原駅は奈良県奈良市祖区3丁目にある近畿日本鉄道京都線の駅。駅番号は B24。平城ニュータウン建設に伴い、1972年11月に開業。駅名は万葉集に歌われた先給料の故障とされる地名、高野源にちなんで名付けられた。現在は関西文化学術研究都市の玄関口となっている。 漫画、神の溝」を知る世界に登場する、高原歩の名前の由来場所でもある。外観祭塗装後の高野原駅、島式ホーム2面4線を持つ地上駅で、京上駅舎を有する。外側の線路が先発、通過の電車用になる。ホーム油校長は6両、改札口は1カ所のみである。京都よりに折り返し列車及び、 回送列車用の引上げ線が2番線から山と最大時方面に伸びる留置線がある。校舎は保線用車両のみに使われており、また2020年までは下り線にもつながっていた。開発によってやや変化したものの、当駅周辺の地形はすり鉢状になっており、橋上の駅舎に出入り口が設けられている。また、現在では、 構造上大規模な工事になることから設置が難しいとされたエレベーターが付けられている。近年における特定日の当駅の1日乗降人員の調査結果は以下の通りで近年の1日平均乗車人員は下記の通り。駅前の下避平常、佐柄ニュータウンや付近の学校への玄関口としての性格が強い。ホームも含め奈良県に位置しているが引っ込め線が 奈良県奈良市と京都府木津川市の府県境にまたがる。駅前には駅名の由来となった万葉家の花碑があり、秋さらば今も見るごと妻子碑に六名かむ山ぞ、高野源の上万葉週間が1.84兆未湖と刻まれている。停留所は駅の西側に少し離れたサンタウン寄りに所在する。ありがとうございます。